てくるので、今みたいな点数をちょっと増やしたいですね。クロフォード外からスリーポイントです。クロフォードスリーポイント2本目が来ました。クロフォード、クロフォード、クロフォード対デイビス、ここはクロフォード。さあ田口はどうだ、これ来ない、しかしリバウンド来た、クロフォードへ、大浦のディッシュでした。大浦、大浦外からこれ落ちて、いやリバウンドクロフォード、クロフォードのシュートはこれが決まりました。60点目来た。クロフォード、ここもイージーでした。今のもいいセットですよね。田口からクロフォードだ、決めた。今のもいいシールです。田口フローターで落ちたが、クロフォードオフェンスリバウンド、あそこがどうで、これは今のは OK なんですね。飛ばしてキットスリーポイント、落ちてリバウンドはクロフォード、外から中山、中山、おっとフォローしたクロフォードです。ハンター、そしてクロフォード、これを決めた。木村はスリーポイントも好調、そして最後は長身リバウンドはアルマ、そして最後はイージーバスケットクロフォードです。リバウンドクロフォード、形は作りましたね。そうですね、クロフォード、よく走ってましたね。選手のこの2ガードですね、まあ、ここが一つ今シーズンの滋賀のね、画面を分けるところが、木村がつく、うーんとディフェンス並み、さあ中杉本、非常にこうリバウンドとディフェンスに貢献したのは間違いないですね。セットカウントですね。ベンチで休ませることができてますよね。ここはクロフォード、ここはクロフォードがアリーナというのは非常にこう思い出がある場所ですもんね。さあここはクロフォード、見せました。2名です。やり返しましたね。そうですね、見事オープンで打ちましたが、オフェンスリバウンドクロフォードです。いや、いいですね、素晴らしいですね。あのアウトサイドショット、ここにこうアドバンテージを生み出すんだろうなという印象がきますよね。また取りましたね。インサイド松脇からクーリーです。おーブロック、クロフォードブロックです。拍手が起こる沖縄アリーナ、ロスコアリーに松脇がつきます。そしてクロフォード、あーうまいですね。ハイローパスが通った、クーリー、池田も絡んでくる、クーリーです。ブロックしましたかクロフォード、はい、ロスコアレン、ロスコアレン、リバウンドクロフォードです。新潟にもセカンドチャンスポイント、クロフォードとクーリー、クロフォードフェードアウェイでいきます。わーいいですね、デザインプレーでしたね。フェースラインから今村がインサイドにいます。クロフォード読んでいました。岸本、ここはクロフォードスティールチャンスっていう思うところにね、必ずこう現れてくるんですよ。いやそうですね、その前は泥臭いディフェンス、クロフォード、そして池田です。杉本タフショット、リバウンド、おーよく取りましたクロフォード、得点です。ロスカレン、さあ1対1、おーここはクロフォード、いやここリングに当たってリバウンド、渋田頑張りました。ここはクロフォード、クロフォード選手がしっかりとねスクリーンをかけて、ビッグからパス、ね、ジョシュア・クロフォード、はいはい、です。まるで昨日の今日ディフェンスも集中してますね、はい、クロフォード、トップの位置からのスリーポイント、今日は来ました。そうですね、もう時間得意なスリーポイントはありますが、ネパベに渡すゴール下、リバウンドを渋田が取りましたね。自分でこのがフェイクをミスでキックアウトして、渋田のスリーは落ちた、リバウンド、さあクロフォード決めました。後ろからヘソン、そしてクロフォード、おお、クロフォード決めた。
さあクロフォードの3来ました。指示を送りました木村圭太郎、入ってきてレイアップ、ここはうまくサインプレー、東京 Z ボールです。木村圭太郎エアボール払っていってセカンドチャンスをクロフォード、クロフォードが横には左にはフライ、木村圭太郎離してクロフォード、バンクショット決めていきます。ボードを使ったバンクショット、2投目も決めませんがタッチブロックショット、クロフォード、クロフォードが入れました。木村圭太郎フライル、そしてここはしっかりクロフォード、まずは2点を返します。さあゾーンに持っている東京 Z、 カットしたブロックショット反転して越えていこうかというところ、長吉、長吉アウトオブバーンズ、返せるか情報、クロフォード、クロフォードレイアップ、1本返しました。アイジングゼファー福岡キックアウトからクロフォード、クロフォードになってスリーポイント決まります。軽く手を上げました岡島、岡島外へさらに行ってクロフォード、もう一度プレッシャーを受けながらもしっかりと岡島、岡島ボールを送っていってファーストブレイクからクロフォードダンク、その後は点の取り合い、ここ鹿野純喜から岡島、さらにファストブレイクからこのドリュジョシュア・クロフォード、ダンクで決めていきました。ここはベクトンがスクリーンになってスリーを狙っていく、リバウンド岡島、クロフォードスリーポイント決まる、今日好調ジョシュア・クロフォード。そして連勝を期したんですが、さあオフィシャルタイムアウトの前のプレー、ジョシュア・クロフォードスプライン、クロフォード2ポイント決まって、さらに笛です。バスケットスプライルからクロフォード、バーベル・ハリスボールをつないで、長吉優也がスクリーンになってボールを奪った、グリーンに情報がついている、そしてクロフォードのディフェンス、レアディフェンス、攻撃の時間24秒を使わせる東京 Z のディフェンス、ブロックショット、さらには上方にボールを上げました、クロフォード、そしてダンク、